ごめんなさい、怒っちゃった。ケンメケ、ケンメケだそれ。ケンメケ来たよ。たかちゃん、よかった、エペクス終わってくれた。いやもう終わったってか、終わらせたんだよ。うん、ですね、たかちゃん聞いてください、うん、私たかちゃんに教わる前の、もうそれこそ先生以上の成績と、たかちゃんに教わってからの先生以上の成績をこの前枠で比べたんですよ。めっちゃ変わってました。そりゃあか世界一だよ。いやで、ね、何が一番変わってたか。ほう、登場率が下がってました。そりゃそうよ。そりゃそう。もこちゃん、俺に教わって2倍振り込みましたっつったら、俺マジもこちゃんにもう暴言を吐いてしまうよ。うん、やめちまえって言っちゃうかもしれない。著しく変わった。だって先生ですよ、100点とかならそれはあるじゃないですか、プレーは。ああ、でも先生って2%も下がってたんですよ、控除率。まあね、そうなるだろうねとは思ってるよ。なのに、うん、ホーラー率ほぼ変わらず。あ、それが僕の強さですからね。いや、そう、はい、だからね、もう成績にめっちゃ如実に現れてるなと思って、はい、この前ね、そう、雑談枠でみたいな話でした。そんな感じでコンテン計画ね、何回もやってたんですけど、コンテンになりました私。はい、あ、OK、じゃあ1試合目からいくか。はい、 いや私これね、でも自分でもちょっと気づいてるとこいっぱいあるんですよね。じゃあ気づいてることを含めて先に言ってみ。はい、わかりました。じゃあとりあえずまあ、1戦目は1試合目の方が少ないですね。 2試合目の方が多いです。わかった。他の選手の話でも気になったとこあったら質問していいよ。ああ、確かにそれもいいですね。ポーストまあこの辺モコが3巡目何切ったんだっけ。あ、モコ E1 ですか。モコこういうの E1 切るよね。いや、なんか切るようになりました。もともと切らなかった人なんですけど、結構これね、3巡目まだ微妙だよね。これ何が微妙っていうと、はい、E1 切ってタイヤオが確定するなら E1 なんだけど、ウッパーピンっていう受けじゃなくて、ロッキューピンっていうだと、たまに、どうせチートイツを見切るなら、三蔵ウーソーっていう手もあるよね。ありますね。やっぱ自分で一枚スーソー使ってるんで、ね。そう。まあ、一周回ってスーピン切りとかもたまに面白いけどね、6ブロックの。チートイツを残しながら、まあ、ダイレクトにスーソーとか、ウッパーマンロッキューピン引いたときは、早いリーチに対して E1 一枚勝負でいけるってこと。例えば、モコちゃんが E1 切る、このタイミングで実際リーチが入るんだけど、はい、この時結局 E1 プラス、両ピンスーピンどっちか勝負になるんで、なりますね。あの時スーピン打っとけば、ここで E1 だけで済むんで、なるほど。一種類で済むんすよ。え、それって、うん、まあ、今回すごい早いリーチ入りましたけど、うん、何巡目ぐらいから考えます？そういうこと。俺はもう3巡目から考える。いやだと、俺は世界一守備ができるけど、世界トップクラスの攻撃力も同時に持ってるから、だってタカちゃんおかしいですもん、障害の、うん、あのホーラとフォーラの数値。あ、そう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 。ちょっと気持ち悪いぐらいおかしいです。うん、そう、よく言われるの。今日のみたいになってる。よく言われる。で、これでリーチ。そう、30目から考えるんだ。30目ぐらいから考えるよ。だけどこれはちょっとやっぱ稀なケースでリーチが来て、うん、これは早かったですね。ちなみにこういうのってさ、はい、リーチ食らった瞬間の絵に今してるんだけど、はいはい、こういうのってまあまあ数層中抜きされたりするじゃん。松本に、はいはいはい、うん、そしたらモコチーすんのこれ、肩上がり、これ考えといた方がいいよ。ここで松本、あ、ロン、あ、一発で打っちゃったちょっと、そう、いや、わかりますよ。そう、でも確かにそれはこの瞬間考え、考えなきゃいけないんだよこれは。もうそう、出そうだなってやっぱ思うじゃないですか、この瞬間だったら、はい、この瞬間だったら僕はチーした方がいいと思う。一発も消せるし、どうせ切るのは E1 だし、たまにまあ肩上がりのローピンとかでたまに上がれるし、この手配もらっちゃったらもうね、いいと思います。泣いても。いっていいですか。はい、いいですよ。じゃあ次、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。